テトンはアメリカ海軍の揚陸指揮艦、マウント・マッキンリー級揚陸指揮艦の8番艦であり、第二次世界大戦で活躍した。テトンは合衆国会事委員会の契約下で、C2S ワージ1型貨物船、ウォーター・ウィッチとして、1943年11月9日にノースカロライナ州ウィルミントンのノースカロライナ造船舎で寄港される。 1944年2月1日にテトンと改名され、CE 新婦夫人により2月5日に浸水。10月18日に海軍に取得され、同日テトンとしてニューヨーク市ブルックリンクにてドナルドレックス・トールマン大佐指揮下で収益する。チェサピーク湾での完熟訓練の後、護衛駆逐カンバーに護衛されて南へと向かう。パナマ運河、 カリフォルニアのメアアイランド海軍造船所を経由して1945年1月19日に新珠湾に到着した。4日後、太平洋艦隊第12水陸、両用軍司令官のジョン・エル・ホール少将が正規を掲げた。スービック湾にて1945年7月撮影右側に映るのは車両用陸間、キャッツキルテトンは1月28日に、 フィリピンへ向かう戦団に配属される。エニウェート区間省ウルシー・ハクチ、パラオを経由して2月21日に、レーテ島に到着。テトンは、第44任務部隊機関として、来る沖縄振興の予行演習に参加した。第14輸送隊司令官、クリフォード・グリア・リチャードソン大将第24軍団司令官、ジョン・アール・ホジ・陸軍、少々らとその参謀を召喚させ、 第5 1 1 3一任務軍機関として3月27日に出撃した。上陸戦闘の始まった4月1日に沖縄近海に進出。6月11日、戦乱ともにフィリピンへ交代した。6月15日から8月17日までスービッグ湾に止まる。日本降伏の方に接すると、ホール提督や彼の爆僚は攻撃輸送艦。 ハンスフォードに移動した。日本を占領する陸軍部隊を新たに乗せたテトンは8月29日に東京湾に到着した。9月25日に東京湾を出てグアムへと進路を取る。グアムで米国本土に向かう約750人の人員を乗せ10月16日にサンフランシスコに入港して乗客を降ろした。3日後西へと向かうため出港した。 テトンは1946年初期までマジックカーペット作戦に参加し、太平洋各地に展開していた多数の米兵を本国に帰還させた。1946年3月からカリフォルニア州サンディエゴにて不活性化処理を受け、同年8月30日に退役。1961年6月1日に海軍のリストから削除され、1962年3月に、 スクラップとするためにユニオンミネラルズアルイス、コーポレーションに売却された。テトンは、第二次世界大戦の選考により一つの、従軍聖賞を受賞した。http://www.navsource.org/.archives/.10/.17/.1701.htm ありがとうございます。